はい、今日もよろしくお願いします。先日出たですね、こちらの、NHK の大相撲中継の本ですね。これいつも、イラストが可愛いですけれども、まあ、このね、霧島が、大関になったので上にいてね、で下にこの大関を目指す3人、豊昇龍と、若元春、大栄翔がね、こう大関救いっていうのをやっているね、とてもユニークなこう 絵になっていますけれども、はい、こういう表紙ですね。3日ぐらい前かな、6月の29日発売になったものですね。はい。でね、この雑誌の中に、こう過去のね、6場所の成績、ここ1年間の成績ですね。それが載っているので、少し、紹介してみたいと思います。まずですね、その、大関、取りがかかる3人ですね、なんといっても注目だと思うんですけれども、まず豊昇龍に関しましては、去年の名古屋は9勝6敗だったんですね、で、7月、9月ですね、秋場所、8勝7敗、そして、九州場所が、関脇で、11勝4敗そして初場所が8勝7敗と、春場所が10勝5敗、夏場所が11勝4敗ということで、次の名古屋場所で12勝すれば、まあ目安となるね、33勝というところに、届くという形になりますね。十分可能性ありますね。ここ1年間で、2桁勝利を3回、収めてますので、12勝という数字は十分可能じゃないかなと思います。はい。そしてね、次が、大栄翔ですね。大栄翔に関しましては、去年の名古屋は6勝7敗で2つ休んでいますね。そして、秋場所が、7勝8敗そして九州でね、7勝8敗で、前頭に落ちたんですね。で、前頭の筆頭で初場所10勝5敗、そして春場所が12勝3敗と、あの霧馬山とね、最後まで、優勝争いをした場所ですね。この場所でね、技能賞、2回目の技能賞というのを、取っていますね。そして夏場所が、東関脇で10勝5敗ということで、最近2場所で22勝という成績なので、大関の目安となる33勝というところにはあと11勝ということでね、これは十分、可能な数字だと思います。まあ、あの突き押しの人なんでね、序盤で星を脅さないことですね。あとはまあ、その波に乗ればね、10勝以上はできると思うんですけれども、その波に乗れなかった時ですよね。どこまで星を伸ばしていけるかというところでしょうか。はい。ただね、ここ3場所は2桁勝っていますからね、十分可能性はあると思います。はい。そして若元春ですね。若元春は本当最近、一気に強くなったとね、みんなが言っていますけれども、ちなみにですね、舞の海さんの、コメントが載っているんですけれども、立ち合いで右の脇が開くところがある、踏み込みを強くすれば右上手はもっと簡単に取れる、そういう立ち合いを確立すれば横綱も夢ではないと、横綱にもなれるって舞の海さんは言っていますので、まあ、相当力つけているんでしょうね。はい、そんな若元春のね、過去6場所、ここ1年間の成績は、名古屋場所はね、6勝9敗と、去年の名古屋ですね、6勝9敗。そして秋場所で10勝5敗と、2桁。そして九州場所も10勝5敗と、ここでも2桁勝っていますね。そしてね、小結びに上がった、初場所、9勝6敗と、まあ、小結びでね、9勝6敗なんで、まあ相当いい成績だとは思います。はい。そしてね、
春場所で、東の小結で11勝4敗と、はい、一気に力をつけたというのはこの辺でしょうか。夏場所が関脇で、新関脇の場所で10勝5敗でしたね。ということでね、夏場所は、初めての技能賞を取っています。はい。ということでね、若元春はここ1年間で4回2桁勝利しているんですね。そう考えるとね、12勝、ちなみにね、若元春はあと12勝で、大関の目安となる33勝というところに届くということで、まあ、12勝可能な数字だと思いますね、今の強さから言ったら。はい。ということでね、大関を目指す、3人の、まあ、名古屋場所ね、本当この3人は大注目だと思います。強いですしね、ここ2場所3人とも強いですしね、霧馬山が、1つ上にね、先に行ったっていうこともあって、3人とも気合い入っていると思いますし、3人同時にね、大関昇進なんていうことがあれば、初めてのね、ことだそうなので、そういったところも期待したいなと思います。はい、ということで、今日はですね、名古屋場所で大関を目指す、3人の、ここ1年間のね、成績というものを見てみました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。